皆さんこんにちは。2023年11月に結婚を発表していた大橋ゆず選手、ご自身のインスタグラムにて出産したことを明かしました。今回はそんな大橋ゆず選手の経歴を説明しながら、結婚や出産の詳細についてご紹介していきます。可愛いルックスでファンを魅了するボートレーサーの大橋ゆず選手、男女混合戦でも3連単に頻繁に絡んできている印象を持つダークホースです。ボートレーサーとしての活躍はこれからですが、注目が外せない選手です。そんな大橋ゆず選手がボートレーサーを目指したきっかけは、ペアボート試乗会、中学生の時に知り合いに誘われてボートレース平和島で行われていたペアボート試乗会に参加したのだとか。知り合いから誘われるまではボートレースのことを全く知らなかったという大橋ゆず選手、手漕ぎボートのことだと思っていたのだそうです。しかし以前からボディーボードや水上バイクなどのマリンスポーツをやっていた大橋ゆず選手は、実際にボートレースに触れてその迫力に魅了されることに。ちなみに初めて乗ったペアボートを操縦してくれたのは戸塚国芳選手だったそうです。ペアボート試乗会を体験した翌年には平和島の SG を見に行って、さらに衝撃が走ったという大橋ゆず選手、高校で進路を決める際にはボートレーサーになることを決めたのだそうです。ちなみに平和島 SG では浜野谷健吾選手を応援していたのだとか。そして見事養成所に合格した大橋ゆず選手は、2014年11月に平和島でボートレーサーとしてデビューしました。そして2015年8月にはボートレース常滑でデビュー82走目で初勝利を挙げています。2017年に B2 級から B1 級に昇格しましたが、ただその後は B2 級に降格されたり B1 級に昇格したりを繰り返しています。大橋ゆず選手はまだ優勝経験、 A 級昇格の経験はありません。成績を見てみると、デビューしてから1着数が徐々に増えていることがわかります。勝率もデビューしてから右肩上がりで上がっており、2021年は 4.73 となっています。ちなみに勝率は高ければ高いほど強い選手であり、勝率 7.00 以上の選手が一流選手のようです。平均スタートタイミングは 0.16 から 0.18 台が多くなっています。平均スタートタイミングは 0.17 秒以内で優秀と言われています。1着数も勝率も上がってきているので、今後が楽しみですね。また大橋ゆず選手の2020年獲得賞金額は532万9000円でした。 B2 級の平均年収が約500万円なので、大橋ゆず選手は平均並みに稼げていることがわかります。20代の女性の一般的な会社員の年収は300万円台と言われていることから、それに比べると大橋ゆず選手は稼げている方ですね。ちなみにボートレーサーの平均年収は1600万円と言われており、結果を出せば稼げる夢のある職業となっています。成績も徐々に上がってきているので、獲得賞金も上がっていくと思われます。そんな大橋ゆず選手の師匠は佐久間明選手です。82期生として元栖研修所へ入所し、卒業修了記念競争を優勝して元栖チャンプとなった佐久間明選手、1998年5月9日に平和島競艇場で開催された第12回関東日刊誌競艇記者クラブ杯争奪レースでデビューし、デビュー戦にして6号艇からまくりを決めて、なんと初勝利を飾りました。同年9月15日には津競艇場で開催された一般戦で初優出し、優勝戦では4着に入りました。2002年8月23日には宇戸川競艇場で開催された第25回大江戸賞競争で逃げを決めて初優勝、2003年1月28日に丸亀競艇場で開催された第17回新鋭王座決定戦競争の5レースで G1 初出走し、同節4日目の9レースで恵まれにより G1 初勝利を飾りました。2005年1月30日には宮島競艇場で開催された第19回新鋭王座決定戦で G1 初優出し、優勝戦では3着。そして同年12月18日に住之江競艇場で開催された第20回賞金王決定戦競争の5レースで SG 初出走し、同時に SG 初勝利を飾りました。さらに SG 初優出し、
優勝戦では3着に入るなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍を見せました。2008年2月26日には津競艇場で開催された伊勢湾グランプリでイン逃げを決めて優勝し、通算500勝を達成。2015年1月17日に若松競艇場で開催された中間市行橋市競艇組合志向45周年記念競争4日目の9レースで抜きを決めて勝利し、通算1000勝を達成しました。さて、そんな佐久間明選手に師事している大橋ゆず選手は、プライベートでは超アクティブ女子として有名です。趣味の一つは海外旅行なようで、いろいろな国を旅行しているようです。その旅先でもアクティブな趣味を楽しんでいるという大橋ゆず選手、スキューバダイビングやトラと触れ合うといった、とにかくアクティブで挑戦的な趣味がたくさんあるようです。大橋ゆず選手の一番の趣味はマリンスポーツだそうです。最近はサーフィンにハマっているようで、なんと冬シーズンもサーフィンをやると話していました。冬用のグローブ、ブーツを買って冬もサーフィンを満喫しているという大橋ゆず選手は、本当に趣味を楽しんでいるようです。そんな大橋ゆず選手は2023年8月に滋賀県にある琵琶湖競艇場で開催された G3 オールレディースビーナスちゃんカップに出場して以降、レースに出ていませんでした。多くのファンが心配の声を上げていた中、2023年11月に自身のインスタグラムで結婚したことを発表されました。2023年11月22日の午後に、お久しぶりですの書き出しに続けて、私事ですが去年結婚してましたと、2022年に結婚していたことをファンに報告。続けて、そして新たな命を授かり、しばらくレースを欠場していますと、妊娠していることも合わせて明らかにしました。すでに安定期に入っているという大橋ゆず選手は、今後について、体調不良からも抜け出して元気な時間が増えてきたので、ちょくちょくインスタも更新していければと思いますとしていました。結婚相手については発表内容を見たところ、一般の方なのかボートレーサーなのかは明かされていませんでしたが、どうやら一般男性のようです。そして2024年3月23日自身のインスタグラムで出産されたことを明らかにしました。大橋ゆず選手は2024年3月23日の午前中にインスタグラムを更新、ふにゃふにゃの命というコメントともに新生児の足の写真を投稿しました。この投稿にははっきりと出産したことがわかる文はありませんでしたが、大変だろうけどお互い子育て頑張ろうねというコメントに、大橋ゆず選手はありがとうございます尊い時間ですと返信していたことから、出産したことに間違いなさそうです。コメント欄はご出産おめでとうございますといった祝福の声であふれていました。復帰時期については大橋ゆず選手からの発表はまだありませんが、他の女子ボートレーサーの産休は約1年半が多いことと、出産月の期を含めて3期間の出場が猶予される制度により、2025年には復帰する可能性が高そうですね。いかがでしたか。今回は大橋ゆず選手の経歴を説明しながら、結婚や出産の詳細についてご紹介しました。お子様を出産しママさんレーサーとなった大橋ゆず選手には、より一層強くなり活躍されることを期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。